そうですね、軽音部だったんですけど、ギターばっかり弾いてて、くくって弾いてた。それは怖がらない、ね、怖いかな、うん、そっか、そうですね、うん、なかなかね、こうやっぱこう武田塾チャンネル。結構さ、高校1年生とか2年生の相談が来た時によく聞かれると思うんですけど、はい、学校のテストってどうしたらいいですかみたいなこと聞かれたりしませんか？めっちゃ聞かれます。聞かれるじゃないですか。それをどう両立させればいいのかとか、もしくは完全にこう無視しちゃっていいのかみたいなことを今回話していきたいかなと、はい、ということで定期試験と受験勉強について語っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、ということで定期試験と受験勉強の話、はい、まとめにそろそろ入ろうかなと思うんですけど、はい、試験ってやっぱさ、でも結果がなんていうか成績悪いと、なんていうかこう周りからの目が厳しくなるじゃないですか、基本的に。それ、うん、私おうそうでした。そうでした、はい、もうなんか試験勉強あまり高校1年生ぐらいの時、はい、全く興味がなくてですね、あのオタク活動、あの中川翔子ちゃんのあのオタク活動でやってたんですけど、はい、やっぱり周りからですね、私成績が悪くてちょっとあの人怖いっていうイメージがついてしまって、うん、成績が悪いだけで、いつも補習に 毎回補習に行ってるだけで、はい、怖いっていうイメージがついちゃってて、すごいショックでしたね。話したことない人も怖いって言われてたんですよ。ショックでしたね。結構特に喋ったこともないのに。そうなんですよ。学校の成績が悪いってだけで怖いと思う。怖いギャル、ギャル怖いギャルって。私ちょっと金髪だったのもそうなんですけど、それはギャルだと思われるよねまあやっぱその高校生活をなんていうか充実させる上では、学校の成績がある程度あった方がこう心地よい生活を送りやすいっていうのは、そうですね、まあ少なからずあるかなとは思うんですよね。うん、で、まあ、高校生活とてもやる気がなかった人間なんで、自分はあの何か思い出ありますかって言われると、うんって感じな高校生活なんで、でまあそうなるとやっぱですね、こう受験をやっぱしなきゃな、受験勉強しなきゃなと思ってても頑張る癖とか習慣がなかったから、こう頑張るまですげえ時間かかったんですよね。いざ頑張ったらそれ頑張れるんだけど、でもそれが頑張るまで時間かかったり、頑張れる時間が短かったりとか、そうなっちゃうなっていうのがやっぱすごい思ってて、だから自分は定期試験そのもの、定期試験を頑張れっていうことを言う、それだけやってりゃいいよっていうわけはないんだけど、でも何か頑張る習慣つけといた方がいいと思うんですよ。そうですね、もう本当早いうちからつけといた方が、別にこれは学校の試験じゃなくて部活の例えば大会だったりとか、なんか自分で趣味でやってるね、例えばバンドやってたりとか、なんかそれこそなんか習い事だったりとか、こうやってるようなことあって、それを試す機会でもいいかなと思うんですけど、自分としてはやっぱそのどっかで頑張っとかないと、やっぱその受験も頑張るのは難しいと思うんですね、うん、さっきの皆先生の話も、例えば皆さんがね、その試験の結果悪くても、例えばなんか部活でめっちゃこう頑張ってる人だったら、ギャルとか怖いとか思われるのあんまなかったと思うんですよ、うん、そうですね、軽音部だったんですけど、うん、ギターばっかり弾いてて、くくって弾いてた。それは怖がらない、怖いかな、うん、そっか、そうですね、うん、なかなかね、こうやっぱこう見た目で判断されるというか、普段の対なんか行われて判断される部分もやっぱあって、そういう意味で快適な学校生活には成績ある程度いいことは割と重要な要素だったりするから、うん、ね、試験勉強ね、うまいこうしのぎ方というか、あの対応の仕方っていうのは、まあいろいろさっき話した中でもヒントになるところあるかなと思うので、ぜひ参考にしてくれればと思いますので、はい、まあ高校生活を楽しむ上でとか、受験を頑張る上でも定期試験の結果が、ね、出せるような、生活を心がけることは結構大事かなと自分は思ってますので。そうですね、私も全くその通りだと思ってます、うん、で今回の話を参考にですね、ちょっとでも、まあ、せっかくだから試験頑張ってみようかなとか、そうですね、思ってくれると、まあ、嬉しいかなというふうに思います。ということで、大学受験の歩き方、定期試験と受験勉強について今回で終了にしたいと思います。ありがとうございました。武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース
毎週火曜日やっております。詳細こちらからまた見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら、登録をお願いします。